これ今でも覚えとんのが、なんか、あの、今まで、その、書いた人のやつの MVP みたいなやつで、わからんっていうのがあったのが、めちゃくちゃ。諦めとってくさ。あったな。あれが、めちゃくちゃ印象残っとるわ。あ、俺か。お、オレンジ色？違うみたいや。え、てか、前期したかあるよ、ツールの中に。あ、あった。ごめん。違う。さすが、いえ、おお、早い。俺か。いやー、ググる？ググる？これ、俺もググる用のやつ用意しとかないか。そうやな、これわかんねえわ。え？あー、なるほど。いやー、これ多分わからんと思うよ。まあ俺の絵心のなさとこの課題の難しさが相まって、でも難しいな。うん、おっ、やった、おっ、おお、すげえすげえ。チーターか？答えサーバルやのにチーターなの？ああ、やばい。ああ、やべえ。お、味覚。俺知らん。ちょ待って、俺知らん、これ。あ、ググれ、ググれ。ググれ、これか。知らんし、当てる規制はこれ。あれ、あ、落ちた。カバーに接続できません。落ちた。うわ、落ちた。みんな落ちた。みんな落ちた。落ちたね。うん、あらら、落ちた。そんなことあるやな。とてつもない課題やったよ。サーバー8、あれは接続できんわ。お前落ちた。お、なるほど。え、お絵かきの周りマジで落ちてない？マジで落ちとるやん。マジか。そんなことある？落ちることあって。もう落ちた。かな？かな？何でもが一番多いかもしれない。ちなみにね、今さっきのやつね、東京都庁。うん。それはあるわけね。俺知らんし、当たる気せんわ。いや、俺も、うん、それ書かれとっても多分わからない。これ切るこかねかんよ。さっきと一緒でか？ええよ。うん。大丈夫、もう録画してるから。じゃあ、サーバルのファインプレイもしっかり録画してますよ。あれ、保存。あ、よかった。サーバルやのにチーターっつって。サーバルキャット、チーターか？あー、なるほど。素晴らしい。あ、俺か。当たるか、こんなん。どうしよっかな。徒長押しがすごいわ。
おう。あ、切ろうか。ファーストクラブだとは、相手とか、スラムさんみたいな、この黄色い輪郭が出るやつ。ああ。文字書くありなんか。あと最後何しよっかな。別に何でもいいんやけどな。もうわからん。何色ドラドラ？麻雀の話ですね。弟ですね。俺じゃないですね。なるほど。ちょっと気になってしまった3色ドラドラが。俺麻雀全然知らんから、それ聞いてなんかミニドラを思い浮かべたい。え？マジでわからん。はい、いや別に分からん。最後に書いた最後に書いたのが一番分からん。マジで分からん。あ、でもね、アルバイト割と惜しいと思うねんな。あ、そうなんや。誰か入ってきた。誰か入ってきた。ノラッコ入ってきてん。ノラッコ。何でもが落ちたから。てかあれやろ、部屋鍵にしてないからやろ。そういえばそういえば、あとあれやな、あの録画してるかどうかっていうのも。ごめん、わからん。あー、ピーター。あー、なるほど、なるほど、やろ、そういうことか。確かにそれは、あ、確かにアルバイト近いっていうのはそういうことね。そうそう、はいはいはい、なるほど。いや、だからフリーターって言ったらウーバーイーツかなみたいな。いや、家を売る描写がもうちょっとなんか欲しかったな。え、だから一番左にあれやん、テンパイアしてるおっさん書いてん。いや、わかりづらい。パソコンか本か何かを持ってるでしょ。あらあら。あ、ちょっと。ノラッコも参加してる。いないって何？いないって。いるくなんてじゃん。笑わせんといてくれ。めっちゃ先生やん。え、あー、ちょっとな、ちょっとこれむずい、むずいわ。お、あ、白いルカ。どういうこと。あー、プロが入ってきたな。この人慣れてる人やん。ほんまにな。うん、プロやな、これは。ちょっとバンしようぜ。これ強すぎるわ。日本語読んだってないで。あー、聞いたやろ。おい、でも俺惜しかったぞ今。いや、こいつバンした方がええな。うん、これ強すぎるわ。え、てか、キャラクリックして体積とかでない？いや、今すぐはちょっと買いそうじゃん。とりあえず、これだけやらせてあげよう。ハハ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 。言い方になんかあれやな、あの地域性を感じるっていうか。
三角座りと体育座りね。いやー惜しいな。もう、うん、もう正解でいい気がするんやけどな。いや帽子じゃないやろそれ。あ、そうそうそう。ズワリ、ズワリ。え、じゃあ三角ズワリ派一生答えれんやん。俺にはもう絶対答えられんやつだ。よかった。おーおー、なるほど。分かったんだけどな。おんな俺4人やからね。そう総力モード2人以上。あ、俺もか。あ、分かってた。無理やろこれ。これいける？ちょ待ってよ。何書く？あ、やっぱり。ああ、俺じゃあ、思いついたわ。うん。あーはい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 、分かった分かった。お題ないの、はい、あるあるある。え、あるよ。共同作品が取ってくさ。あ、もう協力プレイよこれは。あ、そうそうそう。え、俺お題分からへんだけど。え、だって俺と冷やしさんやで、かっきょう。 あなた答える側で。そうそう。え、俺ペインターって書いてあるんだけど、俺の画面。バグってるやん。大バグやな。俺、あなたは書き手ですって言われて、今俺ペインターって書いてあるんだけど。なんやそれ。いや、俺の画面、コウキ君0120と冷や足がペインターで。だから、俺とコウキ君がペインターになっとるわ。これ多分、あいつどんな顔してるんだよ。途中抜けしたからバグったやんな。それ何持っとん。俺もわからんもん持っとる。え、こいつのポーズってさ、こいつのポーズってさ、うん、こうじゃなかった？いや、ちょっと俺見とるあれが違うわ。たあ、そうな。え、そう、何も見ず書いてしまった。え、こいつのポーズさ、ちょっと待って、俺横にポーズ書くわんなら。うん。うん、こいつのって特定の人物。いや、まあ、これはむずいな。こうじゃない？うん、やっぱ俺今そう画像探しとるけど、多分一つも当てはまってねえわ。俺これが何かわからんないけど。俺はな、これは、あ、ちょっとね、うん、ちょっと書き直そう。あ、ごめん。全然わからんだけど。あ、これはな、俺ら置いてけぼりや。しかも残り15秒や。ああ、これは、これはむずい。韓流でよかったんか。韓流だけか。そう。
それはなかなか難しいな。俺4様書こうと頑張っとってん。ああ、4様なのあっとったんやっぱ。あ、俺あれねな、韓流ドラマで書いとってんな。せやな、韓流ドラマまで書いてもうたんやな。うん。な、惜しいとこまで行っちゃったな。いや、悔しいな。次かける？右下のルール設定とかで変えれん？ルール設定か。鍵部屋。あ、鍵部屋できへん。できへん。うん。鍵部屋押してもチェックつけられへんわ。なんでや。もう一回普通にやれちゃうのか？いいよ。おーい。オッケー。てててあーこれごめんわからんな。いやわかるけど書けへんな。一応調べよう。まずグループところから始めるからな。あ、違う、こうか。これな、これな、かけてもみんながわかるかどうかやな。サーバル。あ、でも、お、惜しい惜しい。え、惜しい惜しい。おお、なるほど。メガネザルなんかで見たことあるな、確かに。それ目じゃない、そのタレとるやつ。いやこれはな、多分みんなわからんわ。あ、聞いたことはあるかもしれんけど、なんっけな。あ、今なんか惜しいのが出てきた。そっか、そうやな。ヘネック、あ、じゃあ、よう分かったな。うーん。完全にフェニックスからの連想よね。言葉から連想したな。フェニックスとかって、ちょっとなんか。フェニックス。俺あの予測変換のあれにさ、あのガンダムのフェニックス入っとって。チンコは生えてねえわ。これ違う、俺のあれがマウス操作が下手なだけ。あ、わかったぞ。こうやろ。あ、違うか。これな。あれ、脇毛ってブーブーの方やったっけ？ちょっと情報量が少なすぎるな。全然変わったやん。スケールがちっちゃくなっちゃった。全然変わったやん。ちょっとな、めっちゃむずいこれ。え？あー、なるほどね。あー、それのことか。F91 ね。ポーズが独特なよな。なんかあのチューチュートレインのあのなんかぐるぐる、そう、あれをそう表現しようかな。どうすっかなこれ。それで終わり。いや終わりではない。
免許証あれやん、流出させられたやつやん。俺流出させるの。おほんまや、確かにそんな角やわ。曲がり角書いてる段階だ。カーブミラーつけないかやつやん。え、どうやって、どうすかなこれ。え、結構むずいぞ。色とかはない、黒だけ。あ先読みやな、じゃあ。色なぁ、なんやろな。ちょっと今ちょこちょこ情報が四角い箱みたいなしかないやん。ごめん、ちょっと俺の手には余るかも、これ。ありがちなやつや。ストーリーが続いていく。な、これやろ。お決まりやろ。ああ、これ書いてた方がよか。うん、完成されてしまった。な、もう俺らの話終わってもうたね。おお。え、何あれ？え？やばい、自分の画力が下手すぎる。もしかして。そうよな、マインクラフトよな。マインクラフト。俺文字ピッタンかと思った。あ、確かに、でも文字ピッタンだったら黄色やろ、キャラクター。やべえな、全然出てこないね。全然情報量ないっすよ。ちょっとわからなすぎる、これは。あ、これ逆に。ああ違うか。ほら、これホラー映画無理っすわ。それは無理があるわ。もう単純に書けんかった。単純に書けんかったわ。あんま見たことないか。ないな。なるほどね。てか適当に、あ、最後にフランケンシュタイン書いときゃよかったかなと思って。そう、これハロウィンって答えてた、たぶん。おぉ、おぉ、ヘッドバットでいいんや。ヘッドバットでいいんや。そう、なんか意味が一緒やったら割と良かったですよね、これ。じゃあ体育座り許してくれ。まあ、ほんまに。ああ、ね、はいはいはい。よし。ああ。タイピングの差やったな。あ、そうやった。回答者。回答者。今度はさっきと逆やな。ああ。うん、そうやな。これ、わかった。俺がこれ書くわ。で、一緒になり、ああ、そういうことね。そうそうそう。パソコンじゃない。おーおー、すげえ。まだ一人しかおらんのに。いや、なんか端に座っとるなと思って。あーね。あ、そうそう。これ答えてくれんかったら、シンジ君とカオル君書こうと。書けるんか、お前。いや、髪色でなんとなくわかんかった。